落ち着いて考えてみても、とんでもない話すぎて当事者のはずなのに全然ピンとこないよね。村の水源が古式ヒグの次は住んでる島が人工島だもんな。おとぎ話も軽く飛び越えちまってるぜ。ライザたち島の人もフィルフサの大侵攻から逃れたクリント王国の人たちの子孫なんだね。遺跡だらけの島に住んでいたんだ。さすがに無関係とは思っていなかったのだろう。さすがに昔と今はなかなかつながらないよ。私たちはクリント王国のことは何も知らないし。ああ、むしろ関係してるのは嫌な気分だよ。オーレン族の人たちにしたことを思えばさ。余計な気は回さなくていい。お前たちはお前たちだ。むしろその関わりを実感できない理由の方に私は興味があるな。竜に悪魔、禁足地。恐れるものや決まり事ばかり多いくせに具体的な伝承がほぼないのは前から奇妙に思っていた。理由が分かったの？あくまで推測だが、前にも話した通り、王国は滅亡の時まで門や大侵攻の記録を抹消して回っていた。国の秘密とかそういうやつか。巻き返す日でも夢見てたのかね、往生際の悪い。それら情報操作と襲われた実体験が歳月を経るうちに混じり合って一つの方向に凝り固まったんだろう。つまりは島の外に対する固くなすぎるほどの忌避だ。なるほど。とにかく何が何でもダメ、島の外に出るな、閉じこもっていろって考え方か。ようやく今とつながる実感が湧いたかな。結局はレントの言った通り嫌な気分だけど。まあ、ご先祖を救った島もクリント王国が作ったんだ。その分くらいは感謝してもいいだろう。それだって自業自得の自作自演だと思うけどね。ねえライザ、次はあの遺言と一緒に見つけた鍵で島を調べるんだよね。うん、とりあえず島にある遺跡を回って鍵が使えそうなところがないか探してみるつもり。中に入る仕掛けって書いてあったし、入るならあの人工島のことだと思うんだ。どうかしたのか、タオ。島のことなら僕も気になることがあるから家で調べ物をしててもいいかな。ん？いいよ。あの島はそれこそ遺跡の塊みたいなものだが、調べる心当たりはあるのか？ありすぎるというか、本当どこもかしこも遺跡だらけで。あ、アンペルさんはモリッツさんに文句言われたからまだトレッペの高台は調査してないんだよね。ああ、ブルネン家の周りはまだ手つかずだ。そういえば以前そこに何かあると言っていたな。あそこには古い建物とか石碑とかいろいろあるんだよ。島でも一番怪しい場所じゃないかな。なるほど、見てみる必要はありそうだ。今なら調べに行くのも難しくないだろう。ん？
し。いや、よし。聞けよ。
だまあ。よし。
いいや、違うぜ。ところでさ、なんでだよ。すまねえ。できた。けど、フラムロット？これはどんな道具なんだろう。フラムロッドを作ったようだな。アンペルさん、これって何なの？ただの杖のようにも見えるけど。これは振り回すことで炎が出る魔法の杖だ。いろんなものを燃やすことができるぞ。すごい！じゃあこれを使って魔物と戦えば。いや、炎を当てることはできるだろうが、そこまで丈夫なものでもないし、戦いにはあまり向いてないな。それよりはやはり採取道具として使うのはいいだろう。一風変わったものが取れると思うぞ。とはいえ、燃えるものを取るのに使うのはやめた方がいいだろうがな。
すまないが。あらまあ、そうね。
ほうほう。うん。ちょっとちょっと。やるとしようか。違うわね。どこかに使えそうな場所あるかな。